クライストチャーチ植物園の噴水クライストチャーチ植物園はニュージーランド南東クライストチャーチにある植物園1863年開園アルバート・エドワード王子とアレキサンドラ王女との婚礼を祝いイングリッシュオークを植樹したのが植物園の始まりである湿地帯で砂丘であった土地を整備しおよそ30ヘクタールの敷地を有する植物園に増援した ハグレー公園に隣接し、園内をエボン川が流れる。ニュージーランド固有の植物と海外からの植物を合わせ、1万種以上の植物が集められている。園内は250種類以上のバラを集めたバラ園のほか、ハーブ園、温室、庭園などがある。1906年にジョン・ピーコック伯爵より寄贈された噴水は、修復を経て1997年に、 ロールストン通り入り口付近に再設置された。1901年から1969年まで園内には磁気観測所が設置され、ロバート・スコットやアーネスト・シャクルトンが南極探検を行う際の地球磁気、地球電気に関する調査観測を行っていた。入園は無料。植物園内を回るツアーガイドは有料。ハグレー公園。 カンタベリー博物館に隣接し、クライストチャーチアートセンターの向かい側に位置する。ありがとうございます。